さんのイベントなどに出演し、ライブではこの衣装がもうね、そうですね、見納めだったね。半分切れてるじゃん。そう、なんかこっちのこっちもある。はいはい。というわけなんですけど、バニビューラビーでも今日が最後ですかね。来週はどうなんですかね、衣装。そうね、来週でもそろそろ、来週ね、あ、来週ダメ、行きたいよね、ニュー衣装ね。あ、来週ないじゃないですか。あ、来週ないんだ。今終わるのに。そうだ、先に言っとこう。そうだ、来週は、バニビューラビーお休みです。すみません。なぜですかね。その分ね、他のとこで見れると思う。そうです。あの、その日は収録だけど。収録なんで、はい、楽しみじゃない、それも。そうだ。じゃあ今日はメールがたくさん来てるということで。そうですね、じゃあコーナーをまずやってみましょう。バニラビーンズリサの北欧講座。はい。皆さん朝ごはんは食べてますか？食べてないです。あ、食べてない。はい。ですね、今日はジャムを紹介します。スウェーデンオーガニック認定機関の審査を通過した認定商品、スウェーデン KRV 認定ジャムです。へー。北欧では輸入のジャムがあまり流通してなくって、自分の国のものが一番なんだって。なんだっけ、自給率みたいな、食の自給率が超良いよね。ブルーベリー、リンゴベリー、ブラックベリー、オレンジママレード、ストラスママレード、ブラックカラントなどなど。これでさあ、ヨーグルトと一緒に食べても美味しいし、パンにつけても美味しいし、朝ごはんにいかがでしょうか。リンゴベリーっていうんだね。あ、違う、アップルベリー、なんだっけ、なんとかベリー、リンゴベリーがあるんだって。アップルベリーじゃないんだ。あ、いや、多分アップルベリーっていうのかな。日本風に変えてくれてるのかな。リンゴベリーって書いてある。ベリーってなんだろう。ベリーが混ざってるのか、リンゴとイチゴが混ざってるみたいな。 あとブルーベリー、ラズベリー、うーん、などなど。レッドグレープフルーツ、レモン、オレンジ、ベリーだって。そうです。ジャム、ジャム、これ高そうだよね、うん、1個いくらぐらいするんですか、これ。わかんない、これ調べなかった。なんかまとめて売ってた気がする。バラ売りもしてんのかな。まあそんなわけで、こんな感じで今日は以上です。次、はい、バニラビーンズの、はい、アイドル講座。はい、今日は誰ですか。多分前がまだったんで、みで。はい。南沢奈央ちゃんです。お。本名非公開。スイートパワーらしいですね。出ました。森下真紀ちゃんも、うん、あの、内山里奈ちゃんとかも、そうだね。黒木メッセちゃんとかも、本名は非公開ですよね。あれ？黒木メッセちゃん。本名知ってるわ。なよね、あ、そう、なんか。知ってる本名。知ってるけど、この子だけは知らないかも、私。この子？この子の本名。乗ってないの？乗ってない、あららら。なおとかはなんかね、意外に、そうだもんね。だって、森下真紀ちゃんの全部違うくない？あ、そうなの？全部違う。へぇ。意外とそっちの方が可愛いんじゃないかみたいな。そっちは女の子っぽい本名だった。で、芸名はちょっとなんかボーイッシュ的な、マキみたいな。メイサちゃんの本名すごい好き。なんだっけ？可愛くない？あ、かっこいい。かわいいよ。似合ってる、やっぱり。うんうんうん。そんな感じがする。うん、はい。というわけで。2005年春にスカウトされ、芸能界入りで、うん、この子、最近あれだよね、うん、赤い糸に出て、やっぱ有名になったかなと思う。なるほど。まあ、基本的にスイートパワーは好きなので、この子を紹介した。あと一人紹介した人は、ちょっと携帯で、調べました。はい。三浦萌ちゃんです。この前共演させていただいたんで。うんうん、1992年12月16日生まれ、福島県出身。うん、私、三浦葵ちゃん、うんうん、と兄弟だっていうのを先週ぐらいに知りました。あ、本当に、うん、全然知らなくて、その MC が、うん、出します。写真集出します。三浦家っていうね。何言ってんだろうみたいなぐらいで。あ、兄弟なんだっていうことを知りました。ナインでは歌手、過去お笑い担当としても活動中だそうです。お笑い担当なのね。まあそんな感じです。すごいって。はい、なるほどね。じゃあ次回もお楽しみに。だいぶ来たね。ミまで来たね。次ムーだね。ムーないね。そう、さが村なんちゃらさ、書いそうじゃない。村、む、む、村川とか、わかんないけど、なんか村、ね、名字結構あるんじゃない。来週じゃあ探してきます。はい。
じゃあコーナーに行きたいと思います。はい、いっぱいメール来てるからあのパパパパパっといっぱい紹介してですね。そうですね。はい、お願いします。はい、ペンネームたけさんからです。ありがとうございます。今一番おすすめはスイートバケーション、略してスイバケですね。ハウス系のテクノポップで、サウンドメーカーの大地が作る明るく楽しい楽曲がボーカルメイちゃんの透明感のある声で可愛い感じに仕上げてます。なんか名前は聞くんですけど楽曲は聞いたことない、うん、ないですか。ないですよね。ハウス系のテクノポップ。テクノでもほらあの元コンポのうすいさんのイベントとかでした。あ、一回やりたいんだよね一緒に。ぜひやらせてください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。次、ペンネーム、たかひろさんからです。ありがとうございます。ここは当然パフュームと言いたいところなのですが、今回は80年代の洋楽で好きなアズテックカメラを紹介します。このグループはスコットランド出身のネオアコースティック、アコースティックサウンドが売りで、メロディーがめっちゃ爽やかで癒されますよ。曲調はバニビのオープニングの曲をギターポップにした感じですね。なんていうの？で、アズテックカメラ。80年代だって。もういないのかな。聞いてみたい。ね、はい、ちょっとこれは聞きたいですね。はいはい、気になります。はい。はい。はい、次ペンネームエドボルさんからです。ありがとうございます。10代の頃からずっと聴いている電気グループや、スチャーターバー、スチャダラパーライフ、ライフスター、コーネリアス、真心ブラザーズ、スカパラ、パール兄弟も好きですし、高校時代はパンクばっかり聴いていたので、ハイスタやスネイルランプも好きです。アイドル女なので、パフューム、AKB、サワリちゃん、チャーポン大好きです。そんな中で一番選ぶとすると、西吉春さんです。小西さん、うん、おだそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。小西さんね、西吉さん誰飲むよ。なるほどね。じゃあ次、ペンネーム幼虫のおすみつきさんからです。ありがとうございます。僕の好きなアーティストはザ・イエローモンキーです。代表曲のバーンがリリースされた頃ぐらいからいいなと思ってましたが、ちゃんと聴き始めたのはボーカルの吉井さんが病んでいた時期の名義として知られる吉井ラビンソン、ロビンソン、あ、ロビンソン時代だったと思います。だってわからない、よく、いや、わかるよね。病んでた時代なの。そうそうそう。なんで離婚したんでしたっけ。あ、そう。あ、そうなんだ。それは知らない。あの本をお母さんと読んでて、なんかそういう、その時期に浮気、ふん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 みたいな。へぇー。なんか、ほら。まあ、メーカー移籍したと、したりとかね、そういう時もあったからね。3回ぐらい名前変わってますね。そう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 。あ、よく言ってるロビンソン、吉井ロビンソンってこのこと？そうそうそう。吉井和也さんのソロになった時の。へぇー。じゃあ行きまーす。ペンネームいくのさんからです。ありがとうございます。私はブラックベルベッツです。はいはい。ブラックベルベッツの説明。2003年結成、あえて引き算の発想で、なぜか今時の魅惑のムード音楽を演奏する、クールなデラックスな楽団、ジャズ、ラテン、歌謡曲からアニメソングまで、ありとあらゆるスタンダードナンバーを独自のアレンジで自力演奏、だそうです。へー。演奏家？楽団？でもアニメソングもやってるんだね。いろんなことをやってる。ブラックベル、少々お遊び的な感じもある。だって楽しそう。聞いてみたい。ね、これは気になりますな。